よろしくお願いします。中学3年生の数学っていうことでね、やっていきます。思い出していただきたいのが情報掛け算のことなんですけどもね、分配法則を使って数字や文字を振りまいていくこと。うん、掛け算のことです、情報。こんなん書かせてもらってます。丸、括弧三角足す星って言われたらね、丸かける三角。丸かける星みたいにね、括弧の中のいろんなものに、この括弧の外の数字がポーンポーンってガンガン飛んでいくんですね。振りまく感じ。ここに掛け算したからもう丸がいなくなるわけじゃない。こいつにもこいつにも掛け算して、こんな風にね、くっつけていきます。掛け算してね、数字と英語を混ぜていきます。くっつけていきます。で、こんな風に 3x 足す 4x 引く 2 はいいときは、俺よくそうですね、同じグループをこうやって同じアンダーバーとか上棒を書いて、同じグループをこうやって見やすくしております。まずはこうやって、足すとか引くの前にバシバシ、項ごとに切るとか読んでますけどね。ブロック分けして、何人いるかをはっきりさせて、同じ仲間には同じ棒を書いて、で、その後、足し算引き算で混ぜるみたいな。ここ掛け算じゃないからね、普通に混ぜる。足したり引いたりだから、これとこれで 7x ができるし、こいつは仲間がいないからそのまんまでしょうね。でもしこれとこれをかけろとか言われたら、あ、これ立派な答えですよ。プラス、この問題解いたら、プラス 7x 引く 2y。これ立派な答えです。だけどもし、7x かけるマイナス 2y とか、掛け算しろみたいなこと言われたら、プラスマイナスどっちなの？数字はいくつなの？掛け算した時のね、数字はいくつなの？で、英語はどうなんの？みたいに。掛け算した時は数字も英語も、一つにぐっちゃり混ぜちゃっていいと思います。くっつけちゃっていいと思います。だから最初は、中学3年生の最初はこんなのから入るんですけどね。5a×b、5ab です。5a×c、5ac です。長ったらしいけど、これで立派な答えで大丈夫です。5ab。なんか5が似てるから混ぜれんじゃねえの？いや、大丈夫です。こっちだって背負ってる、数字が背負ってる荷物が 5ab じゃん。で、こっち背負ってる荷物が 5ac で別物だから、これ以上混ぜられません。長ったらしいけど、立派な、これで答えです。たとえ、カッコ、なんか足すなんか、その後ろに掛け算がいたとしても、ビヨーンっていう掛け算と、ピヨーンっていう掛け算と、うん、2回ジャンプして作ってください。最初の掛け算で生まれるのは、数字は6、2、3が6。で、英語はって言ったら、ここに x2 乗で、ここはね、ただの x ってことは、x1 乗の1っていうのが隠れてますから、掛け算で6。数字は6。で、英語は x2 乗かける。1個の x で x3 乗とかできますよね。ただね、これ、x2 乗足す x って言われたら、これ、足し算だったら x3 乗にはなりません。このまんまで終わりです。x2 乗足す x です。で終わりです。足し算だったらね。掛け算だったらこれ x3 乗ってなりますけど。うん、足し算引き算だったら、英語の数が違ったら、文字の数がね、何乗とかがちょっとでも違ったら混ぜられません。掛け算だからこそ混ぜられます。2x2 乗かける 3x プラス 6x3 乗。で、3xy かける 3x ポーンって飛んで、数字は9。x は2乗。y は1個って感じですかね。長ったらしいけど立派な答えです。掛け算が乗法っていう感じで、割り算は乗法とか言ったりします。割り算のこと。ただね、割り算っていう考えはもうそろそろね、なくなった方がいいんですよ。いや、なくなっちゃいけないんだけど、全部で掛け算にするっていう意識でやれるといいかなと。こんなのありますけどね。割り算か。これって1分の 3a なんですよね。どんなものでも、分数にしたら1分のもの、どんな整数でも、どんな普通の数でも、1分のを下に書いちゃえば、分数に早変わりできます。で、分数の掛け算にして考えていきましょう。こいつももともと1分のだし。1分の、括弧 12a 足す 6b 割る1分の 3a。それって、よいしょ。1分の、括弧 12a 足す 6b かける3a 分の1。これね、逆数にしました。上と下も。逆数にするとき気をつけるのは、英語はどっちにくっついてるのか。今回は3の味方でしたからね。1にくっついてるわけじゃなくて、3にくっついてる a だったから、ひっくり返したら 3a 分の1。ひっくり返した後の世界で、英語が上にいるのか下にいるのか、はっきりさせないといけません。うん、今回はひっくり返した結果、a は下に来たよね。で、俺斜め約分って呼んでますけど、まあ、でもそのまま、まずはそのまま行こうか。下掛け下、3a。で、上掛け上。この1がね、ぴょーいんぴょーいんって飛んでいきますんで、まず最初の掛け算は、1分の 12a かける 3a 分の1、よいしょ。で、次は1分の 6b かける 3a 分の1、よいしょ。
で、それぞれね、こっちブロック約分していきますと、A が切れて、数字も3と12、3で切れますね。3で切って、1分の4がただの4かと。で、あれ、やべ、英語切れねえ。下に A がいて B が残ってる。これはどっちも残ってる。そんで、数字の方は3切りして、3で切って、3で割って、3で割って、うん、2AB、これアウトです。だって、下に A が残ってて、上に2と B が残ってますから、うん。ちゃんと下に残ってんなら下に書かないといけません。A 分の 2B。ちゃんと分数の割り算は分数の掛け算にしてやりましょう。頭の中でやろうとするとこういうミス起きますからね。下に英語が残ることもあるんだよってやつになってます。EX っていうことでちょっと例題を作ってみております。まあなんなら一緒にやっていきましょう。いけそう？ちょっと待てと思ったらね、ちょっとよかったらピッて止めてやってみたらいいんじゃないでしょうか。いくよ、飛ばします。よいしょ。最初の掛け算、掛け算。マイナス X かける2X。とりあえず、プラスマイナスどっち？マイナス。で、数字はいくつ？ここには見えない1がいますからね。1かける2で、2。で、英語はどうなってんの？ X が2つ掛け算でくっついてっから、X2 乗と。で、次の掛け算ですね。X かける4は、いや、マイナス X かけるプラス 4y をやる感じだから、マイナス X かけるプラス 4y をやる感じだから、まずはプラスマイナスどっち？マイナス。で、数字は1かける4で4。で、英語は X と y 1個ずつ持ってて、こんな感じと。長ったらしいけど立派な答えです。カッコ、なんちゃらかんちゃらブーかけるなんか。で、場合であっても、掛け算、掛け算、掛け算って3回。振りまいていきましょう。このマイナス 2a を3回振りまいていきましょう。1の掛け算で、マイナス 2a2 乗。うん。だってこいつプラス1で待ってるもんね。で、第2ラウンドは、プラス 2b かけるマイナス 2a。おっと、マイナスじゃんか。マイナスの数字は2人がし。英語は a1 個と b1 個。で、第3ラウンド、プラス4かけるマイナス 2a。あ、これもまた、マイナスか。で、数字は8。英語は特にここで増えたりはしないみたいだから、4×2a で8ですね、マイナスの。って感じかな。これちょっと例題の上の方ではやってなかったけど、分配法則2回やって、最後に混ぜるパターンの ③。1の掛け算、8、まあプラスですけどね。プラス8の a2 乗。2の掛け算、2a×-2 でマイナス 4a。で、3a×5a っていかないでください。ちゃんと、マイナス 3a×5a のつもりでね。だからどっち？マイナス。数字は15。英語は a2 乗。で、マイナス 3a×+3。よいしょ。マイナス 3a×+3。まずどっち？マイナス。数字は9。英語はシングル a。シングルって2乗になってないね。普通の姿のことです。意識の線を、ちゃんと、こういう、プラスとかマイナスの前で意識の線を切っておくといいと思います。で、お、A2 乗グループ。こいつとこいつ仲間だな。で、おっと。この A1 個持ちのこいつとこいつ仲間だな。混ぜたろ。これとこれ混ぜる。うん。普通に足し引きの混ぜだから掛け算じゃなくていいよね。プラス8とマイナス15が戦う。どっちが勝つの？何点差で。プラス8とマイナス15混ぜたら、マイナスが勝つよね。7点差で。うん、つまり A2 乗グループ、これとこれ混ぜたら、マイナス 7A2 乗が残りました。で、今度、A1 個持ちグループ、これとこれ混ぜたら、マイナス 4A とマイナス 9A 混ぜます。そしたら、なんかマイナス同士協力してますよね。掛け算だったらプラスになるけど、混ぜるっていう時はなんか協力するか戦うかなんで。A2 乗グループは戦ってましたけどね、プラスに来い、いやマイナスだみたいに揉めてましたけど、シングル、普通の A の方はマイナス 4A とマイナス 9A。どっちもマイナス1下がってる。じゃあ、もっと協力して、じゃあもっと強いマイナスになろうぜってことで、混ぜて、マイナス 13A。うん。ここで終わりです。この後調子乗ってね、なんかマイナス 20A、30乗とかいかないようにしてください。割り算登場。割り算出てきたら、こいつ一回分数にしちゃって、でも、かける 2A 分の1とかスタンバっとくといいんじゃないでしょうか。よいしょ。ここは普通に写すだけでいいかな。で、ただ1分のにするけどね。で、まずはこれかけるこれ。1分の 10ab かける、おっと。1分の 10ab かける 2a 分の1。
まずはプラスマイナス、これかけるこれですけどね。これかけるこれいきますけどね。まずは、ここにマイナスいるからマイナスじゃん。で、数字は2分の10で1分の5。後で清書するから。2分の10切って1分の5。で、英語はって言ったら下に1個。A は下に1個。それからここの掛け算だけやると今、上に1個いますよね。だから A は下に1個、上に1個。だからお互い潰し合って消えちゃいます。こういうことやってましたよ。例えばこんなんできますか？ちょっと横道それるけど。こんなの。x2 乗分の1かける1分の x。分数の掛け算なんですけどね。x は下に2個、上に1つあるから、喧嘩したら、お互い潰し合うんですよ。上はなくなって、0っていうかまあ1になっちゃって。で、下に2個、上に1個じゃん。だから喧嘩したら下に1個残って、上からは何もなくなっちゃう。っていうか1になっちゃう。だから x 分の1とかになったりします。そうね、こうやって文字が上と下で約分できることもありますんで。で、下に残る可能性もありますね。今回は、ごめんね、わかりにくくなる。1分の10、マイナス 10ab かける 2a 分の1やってます。a が下に1個、分数のね、分母の世界に1個、で、分子の世界に1個。お互い同じ数だったら戦ってお互い消し合って、みたいな感じで a は消えるでしょうね。で、b は残ってる。上に1個ある。下にはいない。だから上に1個残り。だからこんな感じ。1個残ってます。で、今度次の掛け算はこれかけるこれ。まずはプラスかマイナスか。マイナスっすよね。で、数字は2と4約分して1分の2。で、A は下に1個、上に1個。ってことはお互い戦って消えますな。だから英語特に残らず。じゃあこれ整えると、1分のはね、答えに書いちゃいけませんので、1分のマイナス 5b、それって普通のマイナス 5b。引く1分の2。それって普通の2じゃんって感じでマイナス 5b 引く2。結構中2の復習も混じってたかと思うんですけども、これで第1ラウンドっていう風になってます。